なんと最近ねお店を始めたんですよ奥さん。前も言ったんだけどポンポコお酒が好きじゃなくて特にビールが嫌いで、そのお店ねもう全身使うからもう終わった頃にはいつもねくったくたなの。だからそのくったくたの時に今回は焼き鳥とビールのセット、この2つを用意したら疲れ切った体に超染みるんじゃないかと思うんですよ奥さん。ということで今日はポンポコが最近お店をしているデッドハングリーで疲れ切った仕事終わりの体に焼き鳥とビールのセットは超染みって美味しい説を検証していきたいと思います。レッツゾンビにハンバーガー。はい、というわけで今日はデッドハングリーというゲームでポンポコが屋台を経営しちゃいたいと思います。なんでここはちょっと、こちらがポンポコのお店のメニューです。はい、バーガー、チーズバーガー、ピザやらポテトやらね、これがねドリンク出すやつで、あ、すげえすげえ、そう、これがね油でー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 ポテト、あー、パクリ商品だ、本物だよ、ポコドナルドですわ。何言ってんだ。はい、始めてください。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませお客さん。はい、はい、ピザ焼きましょうね。ちょっと、はい、ピザ焼きましょうね。何ですかこれ、ちょっと、はい、はい、はい、こうやってね、まずにお肉をバンズを焼いてね、はい、バンズを焼いて、はい、ポテト、動きがちょっと気持ち怖い怖い怖い、ポテト揚げましょう、ポテト揚げて、早っ、はい、何これ、はい、ハンバーガーを焼いてんの。そう、ハンバーガーを作ってね、はい、ジュース、はい、ジュースできました。いや、ジュース乗っけてんじゃん、はい、ハンバーガーの中に。はい、もう客がもうゾンビだから何でも食うんですよ、これすごい、ベテランですね、結構、はい、VR の中で多分おそらく一番好きなゲームなんでね、 VR の中で一番好きなゲーム、はい、こうやって食われたらやばい、これ、あ、やばい、セーフ、はい、こんな感じですね。あの、提供する時、はい、カメラ目線になるんですよね。すごい。はい、あ、ほら、もうあえてお腹いっぱいになったら人間になっちゃうんでね。はい、焦げてますね。焦げてるじゃん。もう焦げててもゾンビは何の文句も言わないんで。はい、どうぞ。いやいやいや、来た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 。はい、どうぞ。こうやってジュース飲んでるゾンビが一番可愛い。そうなんですか。そうなんですよ。いらっしゃいませ。さんの動きに可愛さのかけらもないです。はい、常に中腰。看板娘。ポコドナルドであなたも人間に。はい。クソダサいわ。もう余裕ですね。はい、イージーですね。最後はじゃあ美味しいハンバーガーでも作った。今日も売り上げ大繁盛。野菜食材なし。いやー、今日も頑張るぞ。いらっしゃいませ。いや、早くしないと。さっきみたいになっちゃうかな。疲れてきたわ、ちょっと。頑張って。ちょっと200歳なんでちょっと疲れてきましたね。何の肉かは分かりませんけど。そうですね、ちょっとね、人間の肉かもしれませんね。すごい動き。もうね、見てないですからね、下。ほぼね、ノールックで、もうノールックですからね、ここまで。ノールックピザ焼きだよ。私ほどベテランになりますと、もうノールックですわね。はい、すごい動きな。はいよ。この仕事、どれくらい続けてらっしゃるんですか。あ、このお仕事ですか、大体もう10年ぐらいですかね。ナイスナイス、時間稼ごう、時間稼ごう。時間稼いで、生肉。あ、あと1個、あと1個くらい。あと1個、あー、うーうわ。やー、まあ今、いい感じに疲れてきましたね。はい、いらっしゃいませ。あー、バーチャルグランドマザー。いや、バーチャルグランドマザー、えマジで集中するわ。やば、やば、早っ、こわっ、超怖い、超でかい。バーチャルグランドマザー、やばいやばい、うんちく話しそうだもん。うんちくはシロちゃんだよ。はい、君たちはね、もう君たちはこういうもう雑貨でね、雑貨で、雑貨でちょっとお腹をしのいでおいていただきたい。はい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 、完全に疲れてきましたね。やばい、動きが鈍くなってきましたよ。大丈夫か、手を見ているって。ちょっと疲れましたわ。ちょっと動きが鈍いよ。ちょっともう疲れすぎてサントリー飲むちゃうみたいで疲れましたわ。いやいや、飲むちゃんぶるな。はい、いいですよ。あ、やばい、やめろ、やめろ、うわ、熱々にしてやんぞっていうのね。このネタが分からなかったは、はい、バーチャルさんが見てる第1話か第2話をご参照くださいね。いやいや、もう名台詞だから知ってるわ。やばい、やばい、やばい、はい、バーチャルグランドさん、どうかこれで許してください。どうかこれで、これで気が済むのでしょうか、グランドさんは。怖え、早く早く、はい、あ、雑魚が食っちゃった。はい、はい、あ、ちょっともう、あ、ザコがあんないいもん食うな、お前、それグランドマザーの分だぞ。もう、レジカセ食っとけ、レジカセ。レジカセ、はい、レジカセじゃなかったっけ、ラジカセ。ラジカセ。絶対攻撃してくんなよ。絶対攻撃してくんなよ。あ、素晴らしい。よし。よし。ちょっと、投擲が。遠投もちょっと、頑張って遠投。よし、あ、そうそうそう、よし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 。グランドマザーなんか言ってるわ。ニートにこれ。センセーションって。なんで
に合ったみたい。嘘、よかった、嬉しい、結構嬉しいかも、頑張って作ったから。これはちょっと激しい運動ですね。この辺にも落ちた食材が。やばいよ、やばい、マジでやばい。朝方の渋谷。はい、あ、ナイス、よしよしよし、ナイス投擲。はい、センセーショナー、センセーショナー。一定の距離保ってくるねえな。あ、嘘、あ、可愛くなった、クリア。いや、よかった、ギリギリクリアじゃ、よかった。いや、もうお腹ペコペコだし、汗だくだし、疲れましたね。疲れましたか。かなり。今一番欲しいもん何ですか。やっこにもカットビールをと、もう焼き鳥のセットがあったら間違いなく美味しいんだろうなと思います。ちょっと聞いてください。はい、うわー。というわけで、この焼き鳥とセットで、はい、ちょっとご賞味ください。めっちゃいい匂いする。うん、超おいしい。うん、あっという、超おいしい。じゃあビールいただきます。あー、焼き鳥美味しかったな。あーうねー。え、うまいって言いました。あーうねー、あー苦。え、もう、うん、もう一口いきましょう。もう一口っすか。はい、何事も、何事も慣れですからね。